見てこれ。いやね、あの仮面武道会出てたから、そうあるんですよ、仮面武道会の狐が。こんばんは。前髪つぶれる、前髪つぶれるから持っとかないとやばい。こんばんは。こんばんは。いやにゃんとかは昨日は初めてね、桜ギフトを誰かにあげました。誰でしょう。はたりがとう。まあ、そう今日ねもうメール送ったから早いの。まあ猫耳じゃないよ。まあそうだよ、仮面武道会出たことあるから。そう上流あたりがとう。いやいやてかメッカワですか。ちょっと外します。猫だよねでもこれ。にゃんにゃんにゃん、桜ありがとう。桜ありがとう。こんばんは。仮面ぶ歌は知らないけどドラゴンボールは知ってる。なんだっけ、仮面武道会じゃないか、ドラゴンボールは。なんだっけ、なんだっけ、ドラゴンボールのなんとか武道会なんだっけ。まあ桜ありがとう。あ、じゃんけん大会見てくれた。あそう、幕張前乗りじゃない、マスカレード、そうマスカレードです。こんばんは。強いよ。こんばんは。変な人じゃないです。みゆちゃんじゃないです。こんばんは。みゆちゃんはさっきコメントした、まあ、バレずにね、したおはみーたん、違うみーたん推しってやつやっといた。こんばんは。ズーズーズーの髪飾りといい、毎回準備がすごい。違う、特に準備してない。なんかね小道具がいっぱいあるのよ、イワンチって。あたりがとう。じゃんけん大会1回戦見てくれ。1回戦、あイワンの、それとも全体の。あたりがとう。そうみゆまるさん、みゆまるさんに桜送った、初めて。なんかギフトは送ってたことあるんだけど、桜を初めて送った。まあ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 、桜ありがとう。これで新幹線乗ろうかな。ジョー様です。お前はなんでこんな早いの。なんとなく、でも逆に9時ぐらいには終わるかな。明日の準備しないといけないから。明日の準備配信って言ってるけど絶対準備配信できないから。まあとりあえず何すればいい、とりあえず何すればいいんだろう。なんかさ、なんかさ、なんていうの、そのさ、旅行じゃないけど、その遠出する時の準備ってさ、当日の朝に使うものもあるじゃん。それがちょっとめんどくさい。当日の朝使うものは当日の朝に入れないといけないじゃん。ちょっとそれが、あ、そう、天下一武道会、そう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 、それ。え、千葉寒い？明日絶対寒いじゃん。てか明日雨なんでしょ。あ、どういたしまして。だとは思ってよ。昼とく。にゃんだけですか。あ、ゆね、明日来るもんね。こんばんは。桜ありがとう。天下一武道会でした。名古屋でその仮面つけてる人見かけたり。どうすんの？他にもいたら。あ、メール来た、ありがとう。よかった、こんばんは。桜ありがとう。そうだよ、プリティユアニア。え、夢でできたの？何の夢？桜ありがとう。こんばんは。桜ありがとう。こんばんは。桜ありがとう。こんばんは。
お前お茶。まあまあ。そう、この前、ショールームってさ、なんか、ファンレベル0の人から、一番上の人までなんかランキングみたいなのあるのね。それ見てたの。なんか、どういう人がいるんだろうみたいな。で、見てて、で、結構なんか変な名前の人とかいっぱいいて。なんか、どういう名前だけど、なんか、なんでその名前みたいな。なんでその名前みたいな。例えば、何があったかな。なんか適当に打っただろうみたいな名前の人もいれば、なんだっけな、なんか、まあ、とにかく、なんか、謎の名前が多くて、そう、で、見てたの。で、そしたら、なんか、結構コメントで、コメントっていうか、こんばんはっていう、コメントでその名前が出てくるから、あ、この人見たわとか思います、結構。まあまあ、前田のことですか。31日外れました。あ、岩にはいなかった。え、岩にはいないならいいよ、外れて。まあでもトレードもね、あれだよ、応募しなくていいよ。え、てかさ、いやさ、あ、思い出したわ、思い出したわ。桜ありがとう。いやね、とか棒いらないですね。棒いらないですね。今仕事から終わって帰るの？頑張ったね。ちなみに今スクショタイム。横につけたらさ、お面なんだよね。まあ、これがユアの真の顔です。こっちがね、こっちじゃなくてこっちね、こっちユアの真の顔だから。ちなみに、やばい、これ押さえつけるとやばい。桜が降る夜はあなたに会いたいと思います。今日も大好き。職務質問される、これもしかして。ちょっと仮面舞踏会の途中なんですよ。え、小春町名前のやつ出た？今テレビ見ながら。それはテレビ見る必要はあるのでしょうか。え、今日さ、テレビさ、なんか同じなんかユニバの CM ばっか出てきて、なんかミスってるやんとか思って。さ、これありがとう。今日は夜の空気があるから、あ、早い配信本当？イエーイ。まあ、心読みました。さ、これありがとう。ほら、ありがとう。わかる？わかります？さ、これありがとう。メール来た？さ、これありがとう。そうそう、充電器、そうそう、わかる。あと、いやはメイク道具とか、歯磨きとか。歯磨きあるじゃない。まあ、まあ、ちょっと待って、いやちゃんプロレスしないです。しないです。え、幕張でそんなに風強いの？まあまあ、雨やばいよね。そう、早起きなの。まあまあ、今日も可愛い、ありがとう。まあまあ、韓国海苔は持ってかないです、むくむので。流れ星ありがとう。何、あの夜市武道会、何それ。この仮面は明日はつけないです。明日制服だからね。桜ありがとう。うわ、制服忘れそう、危な。用意しなきゃ。桜ありがとう。花束ありがとう。まあまあ、桜餅ありがとう。私ね、歌声というか歌える曲がないんですよ。48以外だったら全然歌えるんですけど、48を知らないので。マジね、覚えろって話なんだけどさ、歌覚えるの苦手。
前髪潰れる。ここがいいのに。ここで止めとこ。いや両手がいい。まあみ、まあ変な名前だ。まあいっぱいいますよ。いっぱいいますよ。気づいたら毎日ゆあちゃんのショールーム見てる配信。間違えた。気づいたら最近毎日ゆあちゃんの確かに毎日コメント見るわ。ありがとうね、見てくれて。変な名前の人、僕、いやまあ僕も入ってるかもね。今日も大好き。そうなの？いやあんまいいややばいと思わなかったけどね。桜ありがとう、こんばんは。あさっての服？もう全然ラフでいいよ。夢の中のゆあにゃん、ゆあを倒しにして夢の中の俺ごめん、あ、ごめんなさいとか言ってる。え、なにこの桜、なにこの桜。待って、なんか来たんだけど、なにこの桜、え、タワー、え、なんで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 、今何もしてないよ。なんでなんでなんで、え、ありがとう。え、ちょっと待って、コメント、え、待って、誰だ、ありがとう。いいの、タワー。マキコさん推しの方だよね。うん、だよね。ありがとう。今さ、いやさ、このアバター押さなくても分かったよ、名前で。マキコさん推しの方って。ありがとう。嬉しい。嬉しい。桜のタワー初めて来たよ。ありがとう。スクショ。こんな猫かぶっててごめんなさい。ありがとう、ラブラブ、嬉しい。桜かわいい。ネギトロに見えてきた。ネギトロに見えてきた。ありがとう、本当に。まあまあ、セーラームーンって仮面あるの？2月嫁なの31。うわっ、ちゃんと外しとりました。応募しないとかでなく外しましたですか。仕事終わってから千葉来るの？あ、でもそっか、そっち方面の人なら近いのか。にゃにゃんてこかわお月様、明かりをつ、まあまあ、かわいい、ありがとう、尊い、ありがとう、いいね、ありがとう、とろ。ちなみにもう一個仮面あるから、ちょい待ち、ちょい待ち。まあね、やっぱり仮面武道会1位なだけあるんで、仮面はいっぱいあるんですよ。夏のサングラスもある。やば、普通に。じゃん、あ、やべ、この仮面は仮面ではないですけど、あのあれですね、あ、取れた。取れたんだけど、今かぶろうと思ったのに。これあれですね、お祭りの屋台で買ったお面です。ほら、お祭りでしょ。え、だからあの巫女さんの時にこれをつけようと思ったのに忘れてました、完全。
でも取れた、完全取れました。似合う、ありがとう、お疲れ、ありがとう。ゆうか、あのね、肌弱いタイプだね、多分ピーナッツ食べるとねダメですね。ピーナッツ食べるとダメですね。お疲れ様です。命あるかに今恋せよとね。前髪潰れる。あ、もう誰かわからん、これイエーイ。ちょ、無理でした。ま、お祭りユアニャンってことで。ユニバ、ユニバじゃなくてユニバ。結婚してみやまるさんとするのでお断りにーす。かわいい、ありがとう。まあそうですね、まあ出すとしたら再来年かな。似合う、ありがとう、レインボースターありがとう。そう、歯ブラシ、まあ旅行用の持ってるけどね、でもいつもの歯ブラシがいい、いいです。三色団子ありがとう。ユニバーの CM 見たことないの？めっちゃ流れてくるよ。安定の長文ブログよかった。え、なんかねつらつら書いてます。え、送ってないよ前に。いや、絶対に被ってない写真しか載せないもん、ブログ。似たやつじゃない、ちょっと違うみたいな、ちょっと画角が違うみたいなやつだと思う、多分。何の写真か分かんないけど。ネモスターありがとう。でしょ、8000とか言ってるよね。あ、制服着てけば荷物減るのか。え、確かに。え、確かに。別に上からさ、コートとか着ればいいもんね。え、確かに。着てこっかな。服ないし。あ、でも、あ、どうしよう。どうすればいいんだろう。ほら、ありがとう。全身写真撮ります、待っててね。要は愛用のスクバも持ってくので、まあ NG されたらあれなんですけど。明日新幹線で少し寝、え、寝るよ、寝るよ。隣がおしゃべり、あのレナだとかだったとしても寝るよ、要は。いや、多分みんなね寝ると思う、朝早いもん。ブログのチャイニャンかわいかった。え、そう、あのさ、同期とカラオケ屋さん配信したい。でも言うわ、48以外のさカラオケ歌っていいなら全然毎日やる。キャム大好き、ありがとう。オフショット待っててね、みんな。え、そうなの、チェリーってあれ、あのなんだっけ、ほ、星の夜願い込めてゼリー、指先で送る君へのメッセージってやつ、低い。時々しかコメントしてない、毎日見てるの。でもそう、累計ランキング、累計ランキングだよね。え、嬉しい、桜タワーありがとう。
5月幕張目指しています、まだ未購入です。え、買う予定ってこと？嬉しい。5月幕張？5月幕張、ああ。え、本当に嬉しい。え、雑誌天才タワーってこと？え、ありがとう、嬉しい。雑誌に、え、嬉しい。雑誌に載ったからタワーくれた。え、嬉しい。優しすぎやん、めちゃめちゃに優しいやん、嬉しい。流れ星ありがとう。ね、めっちゃ綺麗。わかんない、猫なのかな、キツネ。まあ、タキシード仮面知らないな。そういうことか。スライディングやば。仮面舞踏会知ってるよ。ま、行ったことないんですけど、行ったことないんですけどね。どういうこと、研究生かのくくり、どういうこと。カラオケは立って歌った方がいい、ソファーです。え、いや、絶対立った方がいい、絶対立った方がいいよ。いやー、パリピサングラス、これユアが塗ったんだよ、このサングラス。そう、いろいろ持ってるんですよ。すぐ壊れるんだけど、どうすればいい？三色団子ありがとう。にゃにゃ破壊自信じゃないよ。陽キャやねんってどういうこと？本当に。違いますね。ちょっとね、明日の用意配信しないといけないのに。わかんない。でもアレルギーなんかな。ピーナッツ食べると絶対にニキビできるんよ。プロレス？あー、かぶってるよね。顔が小さすぎなのは仮面がお好き。え、わかんない。まあ、顔が小さいってことで。音符ありがとう。3分の1アートありがとう。本当に？仮面つけても？本当に？嬉しい。今日の購入品。まあ、口元でゆあちゃんわかることや。本当？わかる？31投げた、投げたの気の迷い。まあそうだよね、そうだよね、にはいないしね。え、チケホル、確かに。まあサイン会の写真、え、そう、桜タワーもらったの嬉しい。明日ゆあ、そうだ、明日来る人の集計しなきゃいけない。明日来る人一人いますね。みんなはーいって。そうだよ。まあ、そうだよ、断ると同時に宮丸さんのプロポーズになってるねー。めっちゃ会えてたよね。わかるわかる。南沢さんは末永さんの野球 T を着て長野から名古屋に来てましたね。そうなの？やだよ、絶対セーラームーン姿やばい。え、なになになに、ここミショールームでゆあちゃんの性格の良さ語って、え、嬉しい。でも語ってくれるのが優しいから。マジ？本当？そんなこと言われたらお菓子あげちゃうよ。ほら、ありがとう、ハートありがとう。まあ、飛行機で行くの？いいな、いやも飛行機がいい。ニャニャンって子かわ。かきれなんちで川の字ね。そうだよ、レナが真ん中で、ユアが川の曲がってる方。川の曲がってる方。まあ、え、ユアの歌ニューエイジア好き、本当？一生ニューエイジア歌ってるけど大丈夫？何それ AKB ノーウェイマン。え、見てみよう、ノーウェイマン、スクショしよう。
イケメンや明日パあ、そうだ、まだ、いつまでフロリダいるの？こんばんは。めちゃめちゃ雑誌の撮影楽しかったよ。そうだよ、ミヤニャ配信してる。サンジャナイルの村さんがステッカーの話、そう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 、そうなんですよ。あ、ペンギン団子ちゃん、ありがとう。こんばんは、今日も仕事終わり、お疲れ。仕事はラーメンに関してですか？パッタ、ありがとう。こんばんは。猫コミミーター終わったから移動だってまあいいけど、全然ミーター歌ってたね。パッタ、ありがとう。流れ星、ありがとう。ピーナッツ油分、そういうこと？でもさ、他にも油分多いさあるやん、多分食べ物。桜、ありがとう。ほら、ありがとう。すごいいっぱいフォローしてくれる今日。いや、もう本当にケープ、このね、おっきいのでも1ヶ月持たない、やばくない？もうめちゃめちゃ使うケープ、動かんもんには前髪。ほら、まあまあ、あ、はーい、来た、はーい、来た。泥棒さん来るの？明日。来ないと思ってた。高速バスさんも。高速バスさんとか言って、ゆうねさんの歌も。言ってたね。それは言ってたわ。まあ。え？ハートのくまちゃんさんも来てくれるの？やっぱ全然把握してなかった。ごめんみんな。これはノーなのかハイなのか、どっちこれ。いっぱいいる、いっぱいいる。嬉しい、みんなに会えるの。ナクラ、ありがとう。そうなの？ピーナッツアレルギーって死んじゃうの？じゃあ違うんだ。死んじゃうの？落花生ってこと？そこ、ありがとう。おでこに DG って書くのやばすぎ、普通にやばすぎ。職務質問されるよ。全然よ、加藤ね、なかなか来れないよね。さくら、ありがとう。明日、明後日来てくれるの？ありがとう。みんな心は甘く、あれ、心お菓子あげちゃう飛行機乗ったことあるよ、北海道。まあそれが初めてなんだけどね。もう飛行機、いやさ、ジェットコースター無理だから、臓器の浮遊感が無理なのね。で、飛行機でもう結構感じるじゃん、最初上がってく時と降りる時。もうそれがめっちゃ怖くて、いやまあ乗れるんだけど、楽しかったけど、そこだけが怖かった。それ以降は全然いいんだけど、浮遊感がねあるんだ。なんか岩だけめっちゃ騒いでたし明日来てくれるの？嬉しい。てか言ってた、そう言ってたね、誕生日でしょ。あ、じゃあ間違えた、それ5月だそれ5月だ、早とちった。ありがとうね、2週連続帰るの嬉しい。明日はゆあ JK だから身を覚めてね。まあまあ、全然いいよ、セーター着てって寒いよ。短縮なんかありがとう。あ、ラーメン関係ない桜、ありがとう。桜、ありがとう。知ってる、みよまるさん明日制服知ってるよ。いいわ。
え、思った一緒やんって思って心の中で。いやまあ撮りたいんですけど、でもつあの明日明後日がみゆまるさんからもらった服を着るので、その時に写真撮りたいなと思ってて。そうだから、でもさ2日連続行くのはちょっとあれやん、2日連続行くのはちょっとさなんか迷惑やん。でもうん撮りたいけど。またありがとう、まあまあ、あそういうことか、フロリダに住んでて、そういうことね、日本に来るのか逆なのか。すごいな、ミータン配信ちょっとだけ見てた、めっちゃちょっとね。ケープは黒、いや岩的に絶対紫ですね。ココミンから来ちゃった、ココミン、ココミン、桜ありがとう、まあね、かきれの配信でケープ振ってんの。ブログもモバメも長文で大変だね、本当に頑張ってるね。ないやいやいや、なんか書いてたら長くなっちゃうよ。24だっけ、了解、全然いいよ。新幹線で行くの、どうする、一緒の新幹線乗ってたら。太陽の楽園どこですかそれ。三色団子ありがとう、五時起き、いやは何時起きだろう、何時起きだろう、今メイクしないといけないからね、始発で行くんだ。いや並びたいですよ、みゆまるさんの握手会。三色団子ありがとう、こんばんは、ハートありがとう。そうだよね、幕張、幕張ちゃちゃちゃ、海外行ったことない、え行きたいと思わない、海外怖いもん。いつ銃で撃たれるか分かんないって思いながら思ってる。明日は10歳の姪っ子の子、そうなんだ、10歳か、10歳って小学生、10歳は小 6? じゃないな、小 4? そうなんだ、飛行機ね、あれだよね、あのめっちゃさテンション上がらん、飛行機ユアだけ一生雲取ってたよ、ユア一生雲取ってた。そうだよ、ユアだけ騒いでた、なんかみんな全然冷静だから。え、そうふわってするよね、圧力、え無重力体験できるの、うわいいな、いや本当に宇宙行きたいんですよ、結構多分ユアは来世は宇宙飛行士になってます。え、そうなの、東京周辺あったかいんだ、日曜日よかった。いや新幹線わかんないですよ、新幹線はね何回も乗ったことあるんで、まあまあ、ありがとう。そうみゆまるさんのね服に合うの、ありがとう。いや、みゆまるさんと同室になったらちょっと、みゆまるさんがかわいそう。うん、みゆまるさんがかわいそうです。まあ、なることは絶対ないんですけど。え、二日連続でも嬉しいですかね。でもさ、いや、だいたいみゆまるさんと入れ違いなんだよね。え、ホテルで、なんか、なんていうの、ホテルがどんな感じかわかんないけど、その、廊下とかでさ、あったらもう嬉しすぎますね。ちょっと。ずっと廊下でいようかな。いいかな。フロリダは日本の裏です。多分。にゃんにゃんゆ、え、待ってこの方ってさ、本物の先生ですか。よく X 見ますよ。ゆはいないなって思いながら。
こんばんは。めっちゃスクショするよ、いわ。もうスクショ1万超えだもん。本当ありがとう。新幹線寝るよ。寝ます寝ます、絶対に。寝れるか分かんないけど。え、そうだよね、確かに。え、何人くらい、いや、何、数えたことないな、それは。でもまだ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 、そもそも自分のファンの方が何人いるか分かんないしえ、そうなの、混ざってたんだ。新幹線の席、絶対窓際が好きですけど、多分明日は座れないと思うけど。え、そうだよね、打たれるよね。だからパスポート持ってない。日本平和だよ本当に。ほら、ありがとう。あと食べ物が、いや、アメリカ行ったら食べれるものなさそうで、ゆあまるさんの例に並んで、確かに確かに、そのゆあがもし並んでたとしてさ、その前後の人はさ、嬉しいでしょ、ゆあがいるの。アイドルの近くにいるみたいな。明日もわずかな時間だけど、しっかり好きを伝えるね。ああ、何や、え、ありがとう。え、でもさ、そんなわずかのさために来てくれるの嬉しい。わずかの金せびりながらもっと嫌う、僕が求めるのは自由さ、ちゃん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 、あたえ、間違え、ここにあーすべては色が焦ってる、万華鏡をくるくると回しながら、窓の光集め覗いた、あの頃の少年は虜だった、儚い。全然電車わかんないわ。え、本当に70歳の頃宇宙旅行行けてる。え、本当に宇宙行きたいの、いや、本当にこう見えて本当に宇宙好きなんだよ。宇宙は行きたい、もう無重力を感じたい。でもめっちゃ寒いらしいね、宇宙って。え、16度、あったかいね。え、幕張メッセって東京駅あたりなの、千葉県じゃなくて。インターステラ、映画全然わかんないわ。え、本当？飛行機、その浮遊感だけだな。そこらありがとう。で待ちます。あ、フロア違う、ありえる、全然ありえる、全然ありえるわ。宮村さんの服は、そうだね、あの、なんて言うんだろう、なんかスカートの丈が大きいみたいな。まあ上も大きいんだけど。え、まつげめっちゃ綺麗じゃない、いわ。さんじゃないよ、ゆあのこと話してた、それ聞いたよ、それ。そういえばいつだっけ、だいぶ初期にさ、これ好きかな、何のラジオか忘れたけど、ゆあのこと話しててくれてた。あの、後輩がヤバすぎるみたいな、なんだっけ、な、何がヤバすぎるみたいな。と変装するわ。え、そうだよね、へい、ほぼ裏。え、マジの裏、南のブラジル、うんうん、まあまあ、それだけは知ってるね。え、本当に雨ね。え、スクショ3万超え、まあそうだよね、確かにファンの人は多くなるか。そうだよね。でも要はさ、そのスクショ1万の他にもう全体で3万だから3万、全体3万のうちの1万がスクショ。え、みんなそうなの、推しに会ったら逃げる派。だ、3食なんかありがとう。え、そうだよね、アメリカってファーストフードしかないイメージ
修学旅行でロサンゼルス、いいなぁ、いいなぁ。いい、アメリカのマクドナルドでかいんだ、マクド。ここみんなパート、そう。え、新幹線隣にメンバー来たの？え、そんなことある？の、え？すごくないそれ。うん、初見さんありがとう。初見さん？ねえ同じこと考えてる。マゲキョ好き、みんな。え、ユア的、え、迷うんですよそれ。なん、うん、迷うね。まあでもポジションにもよるかな。女の子はあの赤のポジションだったら女の子がいいけど、普通に曲的にはてか曲的、うん、なんだろう、なんか踊りやすい、踊りやすいって言っていいのかな、なんか踊りやすいのは万華鏡かなって感じ。履かない女の子でしょ、ユア万華鏡の時。衣装めっちゃ可愛くない？わずかの金せびりながら。桜ありがとう。え、身分証明しないといけないんだ、県って。え、東海県の譲渡って禁止なんだ。禁止じゃないと思ってたよ。そんなにやばいんだ。そう、星好き、宇宙大好き、星好き、星大好き。面白いって言わないで。いや、カラオケ鬼滅の曲得意なんだから。グレンゲとホムラも一緒歌ってます。あとたまにかまど炭治郎の歌も歌ってます。かまど炭治郎の歌知ってる？みんな、あの目を閉じて思い出すってやつ。タラララララ、タラララ、え、宇宙って無重力じゃないの？え？てかロケット乗りたい。怖、物騒な世の中。何、宇宙兄弟？どんな感じのお話なんですかそれ。何、民間ロケットって全然知らないことばっか。え、飛行機って乗り過ごす心配ない？あー、飛行機か。そうだね、確かに確かに、そうだよね。まあでもね、そういう子ども入ってくれたから、うんうん。徒歩7時間。あ、でも近い、いや遠いか。え、徒歩な、あ、徒歩か。あ、インドネシアさん、初見さんだ。どういうこと？ある先輩との2じゃないよでめっちゃ引いてた。どういうこと？レモスターありがとう。ああ、そういうことね、東京駅から来るってことか。レモスターありがとう。あ、そう、それそれ。流れ星ありがとう。だるまありがとう。メンバーやっても声かけない？まあまあ、まあ確かにね、仲良かったら声かけるかもね。ニアはファンの人見かけたら多分声かけます。え、全然読めない、ごめんなさい。 I am SK48。 いや、パスポートって作った方がいいの？でも、いや絶対行かないよ海外。え、そんなにみんなメンバー近くにいたんだ新幹線。やちゃん可愛い写真ばかりだから、ほそ、え、うれぴ、ほらありがとう。そうなんだ、そんな。マヤ教のドラカ、トゥトゥトゥルトゥトゥトゥル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 
万華鏡をくるくると回しながら窓の光集め覗いた未完成の人生はなんだっけ、なななな、が自覚だと哲学、あ、違うわ違うわ、哲学的意見にて出た、あ、ちょっとわかんない、見てる、いや自分のパート以外のさ歌詞はわかんないんだよ。僕が欲しいものは一切与えられたものは色がないんだ、万華鏡をくらくらと目まいがする、蛍光灯を見上げ覗いた、片方の目の中に飛び込むのは、ああ、開けてしまった、確かにゆあちゃん名乗ったことないよね、なんで名乗らないんですか。え、そんなにみんな見たことあるの、甘いでいいじゃん、ねえそんな瞳で、え、前劇ゆあちゃん見たことない、まあそっか、確かに思い返せば女の子だね、ずっと。さくらありがとう、ペンギンだるま、あ、間違えた、ペンギン団子ちゃんありがとう、さくらありがとう、え、みんなあるんだ、すごいな、メラってありがとう、ださくら、うん、三色団子ありがとう、炭治郎くん大好きなんですか。炭治郎くん大好きなんですか。好きな星座、好きな星座あんま考えたことないわ。まあでも、いや、自分水亀座なので、水亀座でお願いします。かまどねずこの歌だっけ、かまど炭治郎の歌だっけ、どっちか忘れちゃった。え、そう、鬼滅の続きが始まるんですよ。絶対に見ます。え、そうなんだ。そうだよね。寒いよね。まあ、みんな明日何必要だと思う？コメントして。まず充電器でしょ、メイク道具でしょ、メイク落としでしょ、シャンプーリンス、ボディソープ、洗顔、歯磨き。仕事終わりました、お疲れ様です。飛行機落ちたら死ぬ、え、え、じゃあ寝て死ぬのはいいの。え、いくらおばない推しなの、あ、煉獄杏寿郎の弟も好きなんだ、なんて名前だっけ、忘れちゃった、なんだっけなんだっけなんだっけ、思い出したい、杏寿郎じゃなくて、あ、なんだっけ、いやね、富岡義勇さんです、女の子の大廊下、ちゃちゃちゃ、何か何か起きそうよ、空港を乗り戻すことある、インドネシアさん12 インドネシアさん一周行ってる、初見です、うわ、なんか同じ名前の人だ、タコありがとう、レモスターありがとう、ダルマありがとう、ヤクキラありがとう、え、パルコってそんなにいるんだメンバーに、え、海外で PV 撮ることあるのかな、まあ、全然それだったらね行きますけども、そう、桜タワーもらったの、いいでしょ、え、あの制服の目のカラキャッシュにしたいんですけど入ってないんですよ、制服の目。そうだよ、
キープマイク。桜ありがとう。フラストレーション？海外なの？海外撮るんだ。フラストレーションさんわけ。そうなの？パスポート、じゃあパスポート作ろうかな。元気だよん。ケープ外国配信やばい。ユアのブログ遡って読んでくれてるの？絶対大変じゃん。絶対大変じゃん。こんばんは。タコありがとう。歯車ありがとう。こんばんは。こんばんは。さくらありがとう。思い出以上ね、踊りたい。わかるよ。かきれなと二人狼は、それなんかかきれなとも話してたけど、絶対お互いふざけると思う。あ、いや、話してないか。一人で思ってるだけか。声かけない。いや、絶対いいや。見つけたら声かけるよ。こんばんは。フリーっていうか、あれだよね。見てたら入るよね、フリー。オオカミも一生こうやってやってる。あなたがじれたい。お行儀良すぎるわ。羊を前にしても。これだっけ？準備ユアもできてないよ。全然できない。ユアと同じ星座？嬉しい。ってことは1月25から2月なんとかの誕生日っしょ。そんなことない。水瓶？本当？水瓶結構多いね。鬼滅漫画読みましたよ。ユア全巻持ってます。唯一鬼滅。誰もありがとう。そう、でもユアの好きな富岡義勇はなかなか出てこないです。でも最終話に結構出てくるよ。最終話っていうか最後、鬼舞辻無惨と戦ってるシーン結構出てきます。いや、最初と最後だね。中盤はいないですね。もう一回見ようかな。漫画一回読んでさ満足しちゃったから、もう一回読もうって思って。多分全部は入ってないんだよ、内容。小籠包ちゃうやろ。仮面もちゃうやろ。あ、おやつ大事、おやつ大事。スマホもね。あ、防寒対策確かに確かに。シャンプーリンス、いや、ホテルの使いたくないんだよね。髪の毛パサパサするから。まあまあ、みんなに合うからさ、やっぱり家で使ってるトリートメントとか持ってこないとね。綺麗ありがとうね。着替えもね。どら焼きどら焼きですか。携帯確かに。いや、まあ確かに確かに、多分あるよそれは会場に。そうだね、乗り物用意しないんですよ。いや、すごくない？乗り物用意もしないし、なんかさ、みんなさブランコとかでさ酔うって言うけど全然わかんない。まあ、小次郎、だって読めない。なんだっけ、京次郎ん。ハートありがとう。いや、薬飲めないから頭痛薬とか飲めないんだよね。だからいつも我慢してる。レンボスターありがとう。ゆあちゃんが言ってたから覚えてくれたの。ゆあちゃんが言ってたから覚えたのか。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。まあ、多分唯一それが長いんじゃないかな、富岡義勇が言った言葉で。そんなことないか。エレベーターでメンバーすごいね。やっほー。あ、そうなんだ、台湾。パレオハワイ。めっちゃ海外行ってるじゃん。パレオはエメラルド。いや、パレオね、踊りたい。だってオーディション全てはパレオで始まったじゃん。だからそのメンバーになってパレオ踊るっていうね、もうね、アンニュイってやつですよ。10年も使えるんだパスポット。3000円か。海外なの？海外多くない？すごっ。そうだよ。狼ね、踊ろうね。絶対スカート似合う。絶対スカート似合うよ。うん、スカート履いてほしい。確かにね。三色団子ありがとう。そうだよ、みんなユアがいないから外れるんだよ。
高校一で前回やんだの。カレーこぼさなかった。あ、2月15なんだ。へえー、アイドル多いね。え、みんなそれ違うんだ、メンバー。全然ないわ。え、ユアですら、先輩とすれ違ったことない。ハートありがとう。カレハ。カレハが、風。カレハが風にひらひら。水亀っしょ？水亀座多くない？え、しのぶさんおしめんなの？胡蝶しのぶさんね。いい人だよ。いい人だよ。桜ありがとう。あ、モバージュ、いや、モバージュはユアはいらないな、多分。映像消すらで良い人。え、三半四期間、三半四半四間強いってこと？だから言わないってこと？え、でもあのね、ユアプールで、あの浮き輪に乗ってずっとぐるぐる回ってたの、ちっちゃい頃。なんかすごい、たあのね、なんて言うんだろう、なんか水の中で足を揃えてこうやって、足、これ足だとしたらこうやって回すと、両足をねこうやって回すと回るの、めっちゃ。それを一周やってたからかも。え、なんか全然、なんかちっちゃい頃からさ、ぐるぐるバットとかやってたし、なんかそういうことかな、なんか回るの好きだったの。だから家にいてもずっと回ってて家にいてもずっと待ってたの、いや。だからかな。え、結構確かに考えてみれば結構回ってますね、いわ。だからなのかな。あ、みんなゆあちゃん酔ってる。あ、いいね。いいね。まあそうだよね。みんなゆあちゃん酔ってるよね。え、そう。そうなのよ。みんな酔うじゃん。で、トーク券入れてないのはやばいよ。レナはね、レナね、低気圧で頭痛はなる。まあ今円安なの。え、そうなの。そんなんだから富岡さんは嫌われるんですよね。わかる。かわっちい、うちょこちい。うわ、素晴らしい。31申し込みしてないって、素晴らしい。目の前が岡さん。え、みんなめっちゃ見かけるじゃん。いや、まだ見かけたことないのに。え、いや、まあわかるわかる。なんか可愛い人見るとアイドルじゃないって思う時ある。そう、ジタバタしてました。ジタ、あ、ジタバタとか。どれだけの水を抜き、また入れるのだろう。いつの日かプールの底が浅く感じるのか。ねえ、入らなかった。違いますね。え、スケートできそうだよね。ダンスにできそう体質。え、でも、いや、もうダンス部に入らなかった頃、はい、あ、違う、入った初期の頃は本当にターンできなくて、本当にターンできなかった。ジュギちゃん可愛い、ありがとう。そう、フラフープもねやってたね。いいよ、仮眠しなね。あ、マックはね、確かに。家がいる公園しか、もし、今はですか。まあでも、青海さんが来たら、S 公園ですよ。まあ、ユアが S に入ったら、体幹はね、そんな強くないけど、でもハンドボールは体幹がめっちゃ大事だから、その中学校の時から体幹トレーニングをしてた。けど、その体幹トレーニングが、何、力になってたかは分からない。新幹線でマスクしてキャリー持ってる女の子いたらアイドル。え、確かに。
でも結構最近なんか最近すごいいないキャリー持ってる人。え、そんなにみんなあったことあるんだ。いいなあ、いやもう街で見かけたい。そう、明日の準備配信のつもりなんですけど、ちょっとダメですね。ハートありがとう。ターン難しいでしょ。したことある？イオンでメンバー3人見た。イオン？あ、名古屋ドーム？名古屋ドームのイオンはね、わかるわかる。結構みんな会ってんだね。それはさ、変装してたとしてもわかるの？みんな、なんか大体さ、大体っていうか大体っていうかみんなマスクしてるじゃん多分。そうなんだ。本当にね、忘れ物あったら本当に。男の人がピンクのキャリー運んでたら、え、そうなの？何その、何その情報、何その情報。やち、あおみさんのことめっちゃ好きなち。え、どういうこと？え、なんかあおみさんがすごい何、元気パワフルキャラっていうのは知ってるけど、知ってるってか聞くんだけど、よく。え、まだあんま話したことないもんな、あおみさん。なんか話す前に行っちゃったから。え、たまに TikTok やってんの？今ポケモンだよね。あ、握手会の帰りとかも会うのか。桜ありがとう。え、みんな変装しないの？してないんだ。桜ありがとう。え、いや、変装してない。変装しない。確かに。いや、え、てか12期誰もしないよ。まあサンシャインはね。すごっ、5個隣、すごっ。まあ、あおみさん話したいな本当に。ポケダンスね、あのさ、ナエトルがめっちゃ可愛かった。え、ブラマヨさん。え、いやね、会ったことある芸能人さんね、ピスタチオさん。ピスタチオさんしか会ったことない。まあまあ、キャリー壊れちゃったの？めっちゃ不便じゃない？桜餅ありがとう。ゆあちゃんバレやすい、ほんと？そこら辺にいる顔で多いわ。そこら辺にいるよ、絶対。サングラス。でもさ、電車でサングラスしてたら眩しくないよって思っちゃう。わかる？いや、もう準備しなきゃだけどさ。メンバーのおじいさんおばあさんに縁か。確かに、確かに、確かにとか言って。何それ、誰、今田、今田さん、都市伝説信じるタイプ。桜ありがとう。みゆちゃんすごいよね、めっちゃ先輩いけるもん。みゆちゃん、あみさん話したことない、多分。いや、ないですね。え、宮前さんはなんかオーラがね、わかる。あみさんとゆあにゃんのコンビ、いや絶対コンビできないよ。そう、ピスタチオさん、河村ゆあって芸能人。あ、そっか、みんな会ったことあるのか。まあでもそうだね。え、ピスタチオさんはなんかよくさ、イベントとかで来るじゃん、なんか芸能人の方、そういうので見たことある。まあ見たというか見かけた。え、名古屋駅の新幹線乗り降り中央、え、乗り降り中央しかないから芸能人。え、そうなの？え、新幹、え、待って待って、名古屋駅の新幹線ってさ、北口とか南口ないの？え、いや、北口と南口あると思ってたんだけど、中央しかないの。え、芸能人よく見るんだったら、いや、そこで出待ちしとこうかな。そうなんだ。確かに
いやめっちゃ周り見る人すごいね。えフロリダサングラス必須、そんな眩しいんですか、すごいわみんな。えそうあのね今何時、9時までです、9時まで配信です。こんばんは。何いいって LDH ってさなんだっけ。えミスナイルさんに会ったんだ。えめっちゃみんな会ってるじゃん。ヤンヤの祖父母以外にも卒業生の祖父母からビール、どんなどんなあれですかそれ。桜餅ありがとう。ニャニャが2万人ぐらいいたら1人、えまあ1人ぐらいはしてるかもね分かんない。でもその2万人がえ2万人2万人まあまあ、幕張みんなで行くよ幕張。青海さんたす川村腹筋、いやいやいやそんなあんな青海さんは腹筋ないよ、てか腹筋ないよ本当に、線なだけ。あザコザコベスタジオね解散したらしい。グリーン車で芸能人ね、でも探したいや本当に会ったことないの芸能人。ユニャンって5カワあるよね南口。レモンスターありがとう。9時になったらお風呂入る？いやは夜中に入りまーす。え、わかる。めっちゃわかる。新幹線わかるわかる。ジュークちゃーん。初見さんありがとう。いやちゃん東京、え、でも一回やってみたい。なんか、東京で歩いて何人にスカウトされるかみたいな。一人にもされなかったら悲しいんですけども。確かにね。え声出すなって言われるの。桜ありがとう。あエグザイルね。いえ。こんばんは。流れ星ありがとう。お。休みの許可得た？めでたい。やったね来れるね、よかったお許し出て。えそのさいい星何、いい星何、エグザイルってこと。桜ありがとう。ねえなんで治安悪ゆは治安悪、騒がしくないから。いや公共の場では静かだから。青海さんねザ陽キャって感じ。遅刻しないよ。いいだ、大悟さん。だるまありがとう。準備する、また明日ね。ニコニコだよ、ね。え、ありがとう。いや、もう準備するね。ありがとう。本当に会おうね。え、何話そう。何話そうかな。されるかな。面白そうだよね。ただいま。桜ありがとう。配信終わったらまず段ボールを開封し、え、本当にやってね、ゆあが配信終わったら。絶対忘れるから。もぎってもぎって。10枚重ねぐらいでもぎれば。スカウトされるかな？またサウナ行くの？幕張行くためのパッキングを、え、幕張来てくれるの？行くショット。パッキング懐かしいわね。高校1年生の時パッキングっていう単語知らなくて、でなんかいやん友達にね、なんかなんてなんていうの、なんかその音楽業界のなんか子がいて、でその子がなんか
急にパッキングしなきゃって言い出して、え、何パッキングって、ね、なんかそういう業界の言葉って思ったら普通に準備のやつだった。そうそう、用意しなきゃ、いや何もしない本当にね。この前ナルシャベでの先輩のトークは青海さん、え、本当に青海さんっぽさ感じた。青海さん話したいな。新横浜駅で自分の推し球団の選手見つけた。それはテンション上がるね。自分の推しに会えたらいいよな。話終わったら、ユアに手紙前書いてくれたもんね。まだ届いてないんだよね。でも31まで受け取れないの。エグザイルか、頑張る準備ありがとう。やっちゃんオーデンの時あれマリーゴールド、麦わらの帽子の木、あ君が揺れたマリーゴールドに似てる、あれは空がまだ青い夏のこと、懐かしいと笑えたあの日の恋、もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっと言うと、そうだと思ってた。やる前にカバンに握手券入れます。忘れたゆあちゃん、そうだよみんな、忘れちゃダメだよ。握手券もぎる券何もしてないのえ、いいよ全然いいよ、ありがとね、ゼロになるまで送ってくれてあ、ウェディングゆあちゃんの券来た、嬉しい嬉しいわ。普通にツーショット来てくれるの、日曜日全然全然いい、本当に全然いいありがとね。まあそうそう、荷造り荷造り、にゃんにゃんもそうだね、握手券忘れちゃダメだね。こんばんは初見さんね、何ここかわこかわなんだけど、この前特会も良かったし、この先も本当にありがとう、楽しませます。まあ、何メダロットって桜ありがとう。え、もうねめちゃめちゃ練習したからね、めちゃめちゃ練習したもんマリーゴールド、なんか覚えちゃったよ歌詞。トコミンが昨日イワニャンが生き物係、え、歌ったっけ、え、そうなの、告知音なんだマリーゴールド。31受け取れない、ゆあいないから、いつ受け取れるんだろう。うん、ゆあちゃんは見送りの時もしっかり見てて、あ、ファンの方を、え、そうだよ、このゆあのターンが終わるまで見てるごめん。でもね、たまにゆあのこと見向きもしない人もいるから、もう悩ますね、あ、見てくれないと思いながら、やっほーって桜まだ見てないな。え、みやびちゃんね、人形入れるらしいね、めっちゃ可愛いよね。いやはもうね、人形とかなくても寝れちゃうんでね。いや、いけないよ絶対に、行きたいけど。え、ケン追加してくれるの、ありがとう、嬉しい、本当に嬉しい。ラブです、今日も大好き、メール返信ありがとう、メール返信してくれて。クロミは多分他のどっかにいるので、このクロミちゃんはちょっと持ってかないけど、
今何歳？55。もうすぐ読み段ですね。読み段の事件、読み段の時間。当ててね。宮の公園。先週のブースから撮った画像動画はお披露目なし。え、あれさ、載せていいかわかんないね。なんか研究室誰も載せてないからさ。いや大丈夫でしょ、一人部屋だったら優が助けに行きます。え、幕張行けないから5月のシャメ買ってくれたの？嬉しいんだけど、本当に嬉しい、ありがとね。みんなちょっと漏れるカメラ用意しといて、みんな漏れるカメラでお願いします。そうだね、いや入れるよ絶対。4月、一昨日ユニクロ行ったら、え、ユニクロにくるみちゃんのパン買ってんの今？そう、読壇上だよ。オフィシャル壇で、オフィシャル読壇でどういうこと？長いし、めちゃめちゃ長いし。え、7日の出たの？7日の出たの？席。あんた、ありがとう。そうだよね、確かに。いいな、吉野家クロミちゃんのところ。あ、待って、壇上を、いや、おみ壇上ビーム推しめっちゃいるよね。かあれだね、いやも13歳になろう。読み壇上です。今日もみんなで一緒に読み壇上。今日のご飯は読み壇上。ユアビームはちょっとないんですけども、10歳の方、10歳の方、白髪の方。あ、間違えた、10位だった。え、ずれた、あれ、ごめん、固まった。10歳の方、ユアが描いたパンダの方、待ってるよ幕張。12位の方、ユアが描いたアバターとガンダムの方。11位の方、あ、ユアの固め会話の時や。10位の方、あ、フロリダ本当に住んでるって。だってフロリダ語喋れるってこと。9位の方、ヤーカイとバツマルくんの方、マイク張り回ってるよ。大事な時に止まった、ごめん、何位で止まった、もう一回言い直します。8位の方、ヤーが描いた青いフクロウの方。7位の方、あ、ユアの、え、ユアのちょっとみんな当てて、ユアのコアラのマーチ。7位、間違えた。6位の方、あなたは持ってるクマちゃんの方、待ってるよ幕張。5位の方、ラーメンさん。ラーメンさんでいいの。4位の方、ユアが描いた歌舞伎の方。3位の方、割り箸の方、間違えた、チュロス。間違えてないけど、ね、ありがとう、通称買ってくれて。2位の方、アンズさんのアバターの方。1位の方、マキコさんのアバターの方。桜タワーありがとうね。ラーメンさんでいい。あ、フロリダ語じゃない、英語でした。ユニャンが書いた、ユニャンが書いたってよくない、みんなのアバター描きたい。え、コアラのマーチ、ユア出た？本当？え、嬉しい。ちょっとアイコンそれにしといて。写真撮ってないか。ね、早く寝なって感じだよね。ね、お次は、幕張楽しみます。マミムメモメモメモ見れないの、立ちつってとてとてと手が触れて、大至急大至急になれ、
チュ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 キョンセーラブナミムメモメモメモミレ、はい、バイバイ。お次は、お次はユーニャンが書いたっていいよね。バイバイ。ハネムネ、ありがとうね、来てくれるって。明日気をつけます。じゃあね、切ります。バッキングします。